皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。2023年9月17日、時刻は20時51分。先ほど、女子バレーの、日本代表の、アルゼンチンとの試合、終わったところです。まあ、始まってから、まあ、試合が始まってから数分ぐらい、のところから、テレビを見て、まあ、頭の中を貸してという対応の仕方ですね。まあ、基本的に、コンマ 0. 点何秒、もしくは1秒先が分かりますので、それについても対応して、まあ、点数を積み重ねて、リードを、まあ、1セット目、2セット目広げてましたね。まあ、3セット目は、ちょっと、差を詰められましたが、まあ、しっかりと3セットとも取って勝てています。まあ、エネルギーの残存量問題とか込みですね。こちらの考え方では、あとは解説席に竹下さんがいたと思うんですけども、昔は私が2004年から2005年にかけてのそのどこかの期間で、工業病院に竹下さんが、まあ、バレーボール、関係か何かで来ていましたよね。確かその覚えがあるんですよ。その後日本代表になってるんですけども、まあ、僕もそのことをいつまで覚えていられるかという部分もあるんですけども、まあ承認なわけでもあるんですよね。法的に言うと。まあ、今、この辺のところが、もうだいぶ法令線が、まあ大変なことになってますけど。まあ今日、ワールドカップじゃないのかな。まあ、とにかく日本代表のバレーボールの試合。まあ、久しぶりにテレビを見ながらでの試合の勝ち負けについて取り組もうと思ってテレビをつけました。感覚的にも慣れていた方が、まあ、やっぱり良いのと。基本的には野球で慣れてるんですけどね。頭の中を貸すだけの動作じゃないですから。これは日本のプロ野球のピッチャーの人たちにも教えていることなんですけども、もともと知ってた人は知ってたかもしれません。例えばピッチャーならマウンドでドキドキ感を感じたら、大抵の時は自分のことです。チームのことだったり。だからそれは内容は一致する。次投げるボールを球種を変えた方が良いと、まあ教えてます。投げる場所を変えたりとか、間を置いたりとかね。その辺のところから、まあ、すごい駆け引きがお互い始まるんですけども、こちらは言葉を組み合わせる。対応する。まあ、ずっとそういうケースですね。完全に言葉が組み上がってる時であれば、例えばアタックなら、ほぼ 100%。まあ、ボールの動き方とかを見ても、神がかり的な力が働いてるなっていうのは、わかる人間なら見ていてわかるでしょうね。ネットを沿うようにしてボールが相手自陣に落ちる。日本の陣地内に落ちていない。回転しながらね。ああいうふうな現象とかも、まあ昔からなんですけども。まあ、パリオリンピックのその時に私がどう対応するかどうかは分かりません。別の誰かが引き継いで試合の勝ち負け取りを行っている可能性もあるでしょうし、まあ、本日も YouTube にアップロードしている内容はたくさんあります。まあ、まだ、プロ野球の試合もまだ時間帯的にほぼほぼ終わってないだろうなという試合がいくつかありますので、まだ笑顔は作ってないですね。
スポーツの勝ち負けって本当はそういうことなんですよ。試合に集中してる時って笑顔の人いないでしょ。試合に集中してるから次の行動、次の行動を考えてる。一球一球に集中してる。それと同じ状態なんですよ。まあ、その辺のところがオリンピックの大変さだったんですけどね。朝から夜終わるまで試合がずっとありますから、それに対して対応する、頭の中を動かす、それもテレビを見ないで、東京オリンピックの選択肢をね、どっか一つの試合に集中するのであれば、テレビを見るような形の方が本当は対応はしやすい。まあ、まだ試合中の時間帯ですんでね、いろんなこと気配りながら生活してますので、まあこういうふうなものの言い方になります。まあ他の YouTube アップロードした内容とか見てもらったら、まあ、普段はこういう人なんだなっていうことがわかるかと思います。まあ、そうですね。36番、ホームページ淡井圭介の履歴の36番ですね。そのあたり、最近記載した内容、9月15、16に記載した内容などはとても重要です。現実はそういうことです。できれば、各自スマートフォンで YouTube で淡井圭介のその動画、チャンネル登録をしておいて、着信履歴が来るような体制。そうすれば、淡井圭介さんが日々どういうふうなことを言っているのかっていうことが理解できると思います。現場で淡井圭介の頭の中で考えている内容を受け止めて話をされているのは気づきました。まあ、その辺のところでしっかりと頭の中がいってるかどうかとか、そういったことも選手が自覚があって、まあ、対応できてるなっていうところはしっかりしてます。勝ちに行ける体制ですね。まずそういうことは全然分かってない状態っていうのは過去の VTR 見ても分かると思いますよ。その淡井圭介のことを現場で言ってるか言ってないか、その差は大きいんですよね。それは今までのプロ野球の試合で文章化もある程度してますし、動画でも言っています。東京オリンピックが終わった後、まあ半年後ぐらいか1年後ぐらいに、ホームページに僕はどういうふうな対応をしてたかっていうのは一時的に記載していました。だからどこかでどの試合を優先するのかっていうことを総合的に考えて判断していました。例えば一時期的にゴルフの松山英樹選手であれば3位以内の圏内に入っていたんですけども、それまでに彼を一度世界ランキング1位にしてあげましたから、私の方で。で、他の競技の人たちを優先しました。その後もちろん松山英樹選手の順位は一つずつ落ちていきました。だからどの試合を優先するのかっていうところもあったりしますし、昨日もテレビで本当は女子代表の試合があったんじゃないですかね。ですので昨日の試合に関して、そのヴィッセル神戸の試合の勝利にまあ私は取り組んでたんですけども、まあもちろんプロ野球の楽天というチームを今年、3位以内に持っていこうとしています。ヴィッセル神戸が負けて、同じ、まあ、親会社と言っていいでしょう。オーナーである三木谷社長、楽天の。まあ、楽天の方が2点差で勝ってる。ヴィッセル神戸は2点差で負けてる。相手ピッチャーはね、まあ、野球に詳しい人じゃなかったらわからないと思うんですけども、オリックスの山本投手相手でしたので、その辺のところはね、神がかり的な力の作用とかの世界の力、もしかしたら、まあわからないですけどね、女子日本代表昨日試合してたのであれば、まあ
日程とか見てみないと僕もわからないんですけども、例えば今年阪神タイガース、5月月間19勝を挙げてたと思うんですよ。史上最多、阪神の球団として。で、まあ交流戦はまだ優勝したこと、阪神タイガースも交流戦優勝したことないんですけども、ペナントレースの合間に交流戦っていうのがあるんですよ。まあ、横浜ベイスターズに、1位取らせてあげようと思っていて、阪神タイガースの試合は、ある程度、交流戦勝ててないんですよね。で、そのあたりに男子バレーボールの日本代表の試合があって、両方勝ててる日もあるにはあるんですけども、基本的に男子バレーボールの方が、まあ、快進撃を続けている状況でしたね。だから一応、状況として合ってくるんですよ。試合中、まあ、すべての、ほぼすべての要件を埋め尽くしているのに、なぜ今日は阪神タイガースが負けてしまったんだろうとか、まあいろいろ自分の中で精査したりとか、他の試合の勝ち負けとかを総合的に見たときに、あ、しっかり結果は出てるなっていうことになってくるんですよ。日本代表という試合を含めてですけどね。で、まあ、ある程度方針とかもいろいろありますんで、私個人的に、本当は世界レベルでの話であって、例えばギリシャオリンピックが開かれた時にアテネと、ギリシャという国はデフォルトしました。東京オリンピックでご理解していただけたと思うんですけども、9600億円以上、税金使われています。で、もともと、まあ、自民党のその当時の元総理であった森さんとかにも言ってもらいましたし、小池都知事にも言ってもらいました。まあ、小池都知事の方に要請したのは、数字が途中から、東京オリンピックのね、費用で、1兆を超えて2兆になるんじゃないかとか、そんな話になってきて、で、小池さんに1兆、2兆、3兆ってお豆腐屋さんじゃないんですからって、そんな金額出せるわけないでしょうっていうことで、まあ、お豆腐屋さんじゃないんですからぐらいまでの文言は言ってもらってるんですよね。そしたら9600億円まで最大限に使ってきたと。いや、9600億円以上ですね。最大限に使ってきたと。これが国の税金に食らいついてくる人間の悪い習性なんですよね。一応言われた範囲にしていますみたいな形でね。まあ、今現在問題化してるのは B リーグ、バスケットボールの体育館の建設で、まあ、バレーボールの日本代表をされてるぐらいですから、日本中に体育館があることはご存知ですよね。で、これはなかなか知らないことでしょうから覚えておいてください。東京都の、一番高いと思われる体育館、席数は5000席です。そこで土地代と建物代込みで210億円かかってるんです。これは、明石歩道橋の事故とかもありましたし、他の、例えば、近年で言うと、韓国のイデオンっていうところですかね。まあ、道幅の狭いところとかに人が密集してしまって、押し合いへし合いになって、もう誰も抜け出せない。ああいうふうな形で死亡事故とか発生しているので、遊歩道っていうものをね、しっかりと広く設置しておかなければならないんですよ。だからその土地代も含めて体育館のものであって、それはみんな税金なんですよね。で、もともと、元が取り返せるものじゃないんですよ。バスケットボールもサッカーも。サッカー界も、本当はスタジアムで、1兆円ほど、日本全国で、使ってしまってる方なんですよね。もう埼玉県の浦和レッズだけで、土地代、建物代込みで、サッカースタジアム埼玉県の浦和レッズの本拠地、700億円超えです。絶対回収不可能なんですよ。本当は球団が、プロ野球の一部の球団みたいに、球団とかその親会社がね、保有して、固定資産税を払って、法人税払って、それでも売り上げ上げて、なんとかしますよ。これが本当は民間なんですよ。だから、今、まあ女子の、そのバスケットボールの人たちの件で今問題化してものを言ってるのであって、まあ、バレーボールの人たちをけなしてるわけじゃないんですけども、ここは気をつけておいてください。とにかく今ある施設を大事に使ってくれたらいいんです。日本中に体育館は
ものすごい数あるんです。これはもともと第1回目のオリンピックの頃から総合運動講演家が日本中でされて、各都道府県プラス人口の多いところでは市まで総合運動講演化してしまって複数作ってしまった後なんですよね。で、そう簡単に、老朽化するものではありません。体育館自体がね。で、バスケットボール日本代表を見てもらったら分かる通り、この間ワールドカップがあったんですかね。優勝できなかったでしょう。結果的にそうなるんです。お金の使い方むちゃくちゃだから。数百億円使われる話ですから、11カ所も新しく体育館を作ろうとしてたのが B リーグの招待。これは B リーグプレミアというような、プレミアというもう、希少価値もないのにプレミアと言い始めた。大体プレミアを名乗り始めてくるんです。いろんな会社。大体そこは悪いことしてきますから。それはお客様の判断であって、あなたたちが決めることじゃありませんから、国の税金使う人たちがね。で、観客の席数だとか動員数だとか、それによって B リーグの球団の数を制限するように見せかけて、実は建築業界へお金を流し込んでるんです。日本中のね、数百億円分も。これがこの実態なんですよ。土地代はに日本の国のものじゃないかっていう考え方が甘い。それをするから土地代が上がってしまうんですよ。地上げやしてることは、面積が少なくなるから、余計な建物を建てれば建てるほど。もう本当は判例とか答え出てるんですよ。しちゃならないこととしてね。1990年バブルが弾けた頃に正体がバレてたと。本当はもっと言うと、銀行と証券会社に嘘があった。これはホームページ淡井圭介の履歴の一旦停止ボタンとかを押して、メモ用紙を用意しておいてお勉強しましょう。20.1 番に銀行、まあ、スティーガル法やボルカールールについて略して今言ってます。もともとあと他、リーマンショックとかいろいろ書いてるんですけども、もともとね、アメリカの議会で1920年に銀行と証券会社に詐欺があるっていうことを認められてるんですよ。認められるっていうのは、それ犯罪だよっていう認定がされてるんです。まあ、刑務所から出てこようと思った保釈金の話ですね。で、また余計お金集めようとするでしょ。悪いことした人を外へ出してあげるためにお金をかき集めてってね。まあ、その辺のことが 20.1 番などに記載されています。だから、もともと、今後、バレーボールの世界とかで、自分が訴えられないようにして生きていこうと思ったら、体育館の建設に関わらないことですね。反対すること、意思をしっかりと意思表明しておくことです。時間の問題ですよ。本当は、エシロンというアメリカが作ったシステムによって、公式発表で全国紙の新聞とかに載ってますから、人間の音声を100年分記録してあるって。本当に100年分かどうかわからないですよ。だけども、少なくとも僕は家の中で経験してますから、僕が小学生の頃に父親と話をした内容、僕が忘れてた内容、電波でコンピューターが聞かせていますから、ああ、本当に蓄積してるんだなっていうことは知ってます。そもそも1997年、8年、皇室の人たちとお会いして話をしたりだとか、各大臣の人たちとかが その後世界の、政府の上層部に上がっていく人たちが集まった会議とか、そういったところで本当の話はもうすでに聞いてるんですね。裁判所とかでも大きな事件だとカメラなどなくても映像が出てくるって、電波が常に往来してるでしょう。その電波でカメラのレンズなんかいらないんです。人間の音声を収集するのも映像も収集するのも、それが大きな事件では映像として出てくるんです。テレビのニュースはそれです。よーく見ていたらわかりますよ。 YouTube でも確認できる人は確認できます。いろんなことがね、例えばサッカーの試合で、集音マイクとかは、グラウンド内にないのに、グラウンド内っていうのは線の中ですよ。フィールド内に。
なのに的確に選手の音声が一人一人拾えてるのはどういうことだろう。明らかに観客席の方が声大きいでしょ。聞こえるわけがない。電波で収集してあるとしか説明がつかない。あとその事件とかでそんなところにカメラなんかないでしょっていうのは映像を見てたらわかるんですよ。例えばこういう事件がありました、車を運転してる女性に向かって男性がフロントガラスを、まあ、ボンネットの上に乗るような形でこう殴りつけてるんですけども、最初は運転席とその隣の助手席の間から目の前の男性がこう叩いてる映像が出てきてるんですよね。目線の位置があるからここの上のところのカメラが本当に映してるんであれば、そのどう言ったらいいんですかね、ここがねフロントガラスだとしたらこの上の部分からの目線で見える形にしか映らないけども、この辺からの目線で映ってる真正面からボンネットのその前のフロントガラス、ボンネットの上のフロントガラスのところのその中央部分、ちょうど助手席と運転席の間からで、その次出てきた映像が男性の斜め後ろからの叩いてる映像、目の前のその男性が叩いてる映像が映った時に、まあ角度はこうその角度からだと左端の方なんですけど、そんなところもともとカメラなんかない。それはもう映像で見たらわかる。だけども斜め後ろから映像が出ている。結局こういうことなんですよ。だからそれを込みでスポーツの勝ち負けとかを取り組まなかったらならない。頭の中までずっとコンピューターも、読んでる、コンピューターも神がかり的な力を使える、人間の神がかり的な力を使ってる時の音声を再生するだけでも効力が本当はある。そういったことに私は日々対応してるので慣れてるんですよ。場数が段違いなんですよ。それは東京オリンピックのメダルの数でも示してますけども、基本的にだけどもパリオリンピックに関して夜中とか明け方の試合とかは私は参加しないつもりでいます。その時の私が仕事をしているかどうか分かりませんし、まあどこの団体さんもスポーツ業界の方も誰も私に1円もお金払ってくれていませんので、その辺のところは無茶はしないようにしています。っていうのは自分の睡眠時間がねもうむちゃくちゃになるんですよ。だからその辺のところでまあご理解はしておいてほしいという部分と、これだけいろんなね対応の仕方を音声として記録として YouTube にアップロードしている以上、場数をこなしていれば対応できる人が出てきますから、例えば明日のラグビーの試合、2023年9月18日ラグビーワールドカップ、夜中の3時半ぐらいからの試合なんですけども、そこは五郎丸さんが対応します。私はテレビに向かって言ってますから、その時間帯は無理だとホームページでも、公表しています。朝の4時からの試合とかもうそういう時間帯無理だからっていうことで、で、この間のニュースで、五郎丸元選手が僕の方で頑張りますとしっかりと言い切ってくれてる。だから私は起こされる必要はない、こういうことになります。そうじゃなかったらね、電波で無理やり起こされるんですよ。だからそれは、まあ、対応不可能なところは、テレビに向かって言うでも、ホームページに、YouTube でアップロードするでも何でもいいから、ホームページに記載するでも何でもいいから、そういうふうにしなかったら、将来のね、あなたたちが日本代表として戦ったんでしょっていうところで試合の勝ち負けに取り組まされる可能性があるんです。みんなの税金の体育館使ってきたんでしょっていう話とかもありますから、だからその辺のところは先に僕は対応策を提示しておきます。先ほど申し上げた通りです。自分でその時間帯起きれない時とか無理したくないっていう気持ちをしっかりと自分で中心に置いて、自分がしっかりと断ること、そうしなかった僕の場合はいろんなスポーツの勝ち負けに関わりすぎてるんですよ。
なんかゴルフ業界もお金払ってくれないんだったら知らないよっていうような形ですね。今年も松山英樹選手、最初の方大変だったでしょう。で、途中から、夜起きてる時間帯がある程度ある時間帯で、まあ、プレイしてる時間がある程度重なってる、もしくは朝の方の時間帯である程度重なってる、そのどちらかである程度の成績が出ている。しっかり大きな大会とかで優勝しようと思ったら、付きっきりで誰かが、その試合をしている時間帯起きている人間がいなければ本当はならない。これは大谷翔平の、絵の文句じゃないんですけども、まあ彼の場合だと、お腹の体温を、まあごっそり使ってホームランを打ってたりしていました。それがね、3月とか4月とか5月とか、で、それ789でいいじゃないって私は思ったりするんですけども、7月8月9月暑い時期ね、だから体温とかを取られるから、お腹のだからお手洗いが近くなって起こされてるっていう部分もありますし、二度寝がなかなかできない。お手洗い行った後ね、普通寝れるでしょ。だから正直僕の立場っていうものは、お金をある程度支払ってもらわなかったら、本当はみんな無理。で、そこには本物の経済原理を、含めておかなかったら、もう一度一時停止をしてください。ホームページ淡井圭介の履歴の36番のその9月15日と14日に記載した内容、世界国勢図でのエネルギーの残存量、まあ石油とかね、天然ガスとか。まあ、それ言ったところは事実ですんで、もともと必要のなかったスポーツ等に関しては、私の方針としては規模縮小だとか、もともとカノーとかいらないですからね。その実際にカノーで何か物を運搬してるかって言ったらしないですから、人間の動力だけで物を運搬してるんであれば、それは素晴らしいことですけども、別にそういうことしていない。逆に東京オリンピックでたくさんエネルギーを消費してしまった。機械仕掛けの濁流を使ってね。ガソリンを使ってるか電気を使ってるかのどちらかでしょう。じゃあいらない。もともとスケートボードとかもいらない派。僕はね。小学生の頃とかに学校の PTA とかでもそういう話になってましたから。子供が危険であると。ローラースケートもスケートボードもダメだっていう方向性。だからもともとオリンピックでローラースケートとスケボーとか競技としてなかったでしょ。だから東京オリンピックで無理やり競技を増やした。してることは危険だから、冬の冬季オリンピック自体が、僕が冬のその時期に友達、まあ友達じゃないな、最初は勤務先の年上の人とかに、誘われるというか、強引に、まあ、勧誘されるような形でスノーボードをしてるんですよね。それでスノーボードの競技が冬のオリンピックで、オリンピック化されてしまってるんですよ。で、まあ、名前とかもいろいろあるんですけども、それ見破られたら効力なくなるんですけども、シェーン・ホワイトっていう人が、もともとスノーボードのハーフパイプとかで、まあ、金メダルを、取ったりしてたんですけども、やっぱり大怪我してます。してること自体が危険ですから、神がかり的な力で、天の神様への安全のお祈り、今日もしてたんですけども、そういうのを怠っていた時とかね、やっぱり選手が怪我したりとかは見受けられます。で、ただこれは危険なことをすればするほど、危険なことをしているほど、やっぱり大怪我につながっています。だからスノーボードも、メダルがかかってるものですから、順位がかかってるものですから、難易度の高い技をしようとするでしょう。そうしたら着地の時に危険になるでしょう。
本当はもうちょっと余裕を持って着地できるのにっていう状況なんですけども、そのギリギリいっぱいいっぱいまでの、まあ、競い合い、ラリーという言葉は競争という意味なんですけども、ラリってるっていう言葉は競争のしすぎでおかしくなってるっていうことなんですよ。命かけてまですることですか？エネルギーの残存量問題まで考えて込みでそこまでしてすることですかっていうことになりますから、それをして社会の役に何の役に立ったんですかっていう話になるんですよ。かなり踏み込んだ話言いますとね。だからある程度のところで法と照らし合わせて法律に強い人たちに、例えば雷神の、まあもともと総合格闘技とかの複数の団体とか集まってきたところが雷神なんですけども、これはいつか死亡事故が出るなとか、本当は試合中に関節技とかで相手の骨を折ってしまったら出頭してもらわなきゃならないんですよ。傷害事件ですから。だからそれは、大臣を見てるときに女性の自衛官か、まあ裁判所関係の人だと思うんですけども、それか警察官が言ってくれてるんですよ。現場に向かって。現場で言ってるかテレビに向かって言う方法で。折ったら本当に出頭してもらいますよっていうことをね。で、その総合格闘技でダウンしてる選手に向かって上からかかとで踏みつけにかかったりとかしてるでしょう。あれを見た時にもうこれはいずれの問題だろうなと思って自衛官に置いていただいてリングの回収に行ってもらいました。いずれ死亡事故が出るからですよ。顔面陥没とかでね、顔面の骨が骨折されて本当に陥没しますから、えげつないですよ。で、足のかかとになんかグローブつけてないでしょ。ボクシングは今まで死亡事故とかあったから手にグローブ、ある程度の大きさの手のグローブをはめてるんですよ。で、階級制である程度しっかり分けてるんですよ。ヘビー級だけちょっと極端なんですよね。体重がある一定の、体重から上が無制限になってますから。本当はもうちょっとね、階級分けた方が安全性は高まると思うんですけどね、明らかに体格差が違いますから、10センチも20センチも身長変わったら、本当は階級全然違うはずですから、搭載できる筋肉の量とかもね、やっぱり搭載量全然変わってきますから、本気で鍛えたら。今年阪神タイガースが9月11連勝して優勝してるんですけども、今年当然日本一を狙いに行ってます。それは今まで1950年からのセ・リーグの阪神タイガースの優勝、リーグ優勝の数と日本一の回数と最下位の数とか、そういったものを各リーグ内で整えなければならない。平等不平等がありますから。地方交付税法というものがありまして、一旦国が、まあ、各都道府県からの税金を集めて、それをもう一度各都道府県に分配するんです。だからある程度優勝回数とかも揃えなかったら無理があるんですよ、最初から。球団にそのスタジアムを保有してもらうっていうことをね。で、阪神タイガースの11連勝なんですけども、サッカーの方なのか、サッカーはイレブンで11でしょ。で、全部スタジアムが国民の税金なんですよ。はっきり言って、本当は横領事件なんです。ものすごくひどい。で、片やバスケットボールの B リーグが体育館を建設してるんですけども、それが11なんですよ。僕はそれに対して強い抗議を申し出てるんですよ。数百億円使われますから、確実に。土地代込みでね。で、しかも固定資産税払わない話になってくるでしょう。な話がもう現実から開示しすぎてるんですよ。で、もともと体育館があるから、それもともとあるとこ使ってればいいのに。例えば神戸市だったら、港の方に、神戸市中央区の港の方に、バスケットボール用の体育館を作ろうとしますけども、もともと中央区の一番西の方に、港川神社というところがあって、その北側に大倉山の体育館というところがあるんですよ。世界卓球とかも開いてますよ。まあ、それは僕からの提案なんですけども、阪神淡路大震災があったけども、補修で、使用してるんですよ。で、自分で見に行きました、世界卓球。安全かどうかっていう部分も含めてね。完全に安全でした。もともと上に、
まあ、観客席以外のところってあとは天井があるぐらいで重みが大して下にかかってないんですよ。だから大きなビルとかは下のフロア一番1階が上までの重量が全てかかってるから、僕のホームページで、地震で倒壊しているビルとか揺れてるビルとか、アクセスできるようにしてます。だからそれはね、200番台ぐらいかな、それぐらいのところか100番台手前のところは違うと思いますね。100、基本的に100番台から先がスポーツ関係で200番までの間が、まあそういうふうに区分しています。だからそこからあの揺れてる映像とか、ぐしゃっと下の一番1階がね、あのそこはぐしゃっと潰れてる映像とか見たら現状がわかりますから、あ、上からの重みだったんだっていうことが。金属も、ある一定の耐久度を超えたら、ひしゃげるんですよ。だそれが現実ですから、余計な建物を作らないこと。それを B リーグの人間は犯してしまった。まあ、そのような状況下で、パリオリンピックでメダルっていうのは、まあ、もうほぼほぼ不可能でしょうねっていうのが私の結論ですね。そのルールを導入しなかったら、永遠に国のお金にたかるでしょう。みんなの税金に。もう今あるところをずっと使ってればいい。で、そこが老朽化したらもう解体しなくなればいいんです。それでも他に体育館あるから。最終的にどこが残るかって学校の体育館もある。そこで試合すればいい。本当はテレビの中継とかでみんなが見てるんですから。体育館って5000席で多い方でしょ？じゃあそこに集まってる人って満員になっても5000人しかいないんですよ。テレビは日本代表だとどうですか？例えばサッカーだと視聴率が 40% 超えた時とかありましたよね、ワールドカップって。っていうことは、ほとんどの世帯の人が見てたっていうことになるんですよ。まあ、半分以下ですけども、それでも夜中とかの試合で、とかも含めて、そういう視聴率、ものすごいことですよね。じゃあ対象者は？絶対に1000万人は超えてますよね。だからテレビの放送の方が上なんですよ。だから席数とか、その建物とかにこだわる必要はない。最終的に、学校の体育館で試合でもそれでもいいんです。本当はその方がみんなにとって助かりますから。まあその時の日の僕の体調にもよるんですけども、まあ、精神的にもね、例えば阪神タイガースのその、試合とかでももう試合始まる前からもうすごい、もう毎日睡眠不足で、で、まあ大リーグの方とほとんど同時並行で物事対応しましたから、もう今はもう順位決まってますから、で、あとプロ野球界の人たちで対応してもらわなきゃならない、もともと本当はね、力貸したりするのだから、まあその辺見据えていただいてね、女子バレー界も男子バレー界も、新しい建物を求めるようなことを言っちゃダメですよ。これはもう絶対的なお約束。そうじゃなかったら、あなたたちが老後になった時、今から30年後、日本は石油とかガス輸入が止まってる可能性が非常に高い。ガスの技術的採掘可能埋蔵量なんか49年分ですからね。それ今からまだ掘っていく分とか計算入れてますから、今もロシアなんか1万5000メートルも掘ってくれてるんですよ。日本は秋田県で石油の採掘をしていて、2014年のデータで4000メートル地下で、今何千メートルまで到達してるか分かりません。で、それは日本全体の石油の数パーセントしか賄っていません。やっとメタンハイドレートを日本海のところで採掘今してますけども、まあ最終的には日本海のところも採掘しなければならない。ああ、じゃあ太平洋、太平洋のところも採掘しなければならない。で、日本海のところは日本の全体のガスの1年間の採掘量の数パーセントしか採掘できません。5% ありません。で、もともと関東の地下で東京とか千葉、茨城、多分群馬、埼玉もそのあたりもそうですね。まあ、神奈川県もそうですけども、その地下でガスの採掘してるんです。
だけどもほとんどのガスは日本は他国から買ってます。例えばサハリンからロシアから買ったりだとか、カタールから買ったりだとか、ガスを。だからそれが現実であって、エネルギーの無駄遣いをしている場合じゃありませんっていうことになるんです。だからいろんな、スポーツで、世界大会の数を少なくしてもらったりだとか、J リーグも 2リーグで、12球団制で複数本拠地制度で南の方から巡業してもらう。それによって収益性とそのエネルギーの、無駄な消費につながらない。いち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 日本の端から端まで行ったり来たりだとかね、もう5県も県をまたいで移動なんかしたらとんでもない距離ですよ。そんなことずっと往復するぐらいだったら南の方から巡業したらいいんですよ。で、野球のペナントレースみたいに極端な話、年間130試合ぐらいしたりとかね。その代わり選手は1試合出たら次の日の試合は出れません、もしくは2試合出れませんとか、そういうような形で合併した人たちがそういう試合数なんとかなるでしょ。で、試合に出てない日に河川の土砂のかき出しをスコップで行う。1日1トン以上はしてもらわなかったらお話にならないですよ。僕身長170センチぐらいしかないですけども、州は株式会社のその灯油の巡回販売なんですけどね、タンクローリー運転しながらでしょ。で、給油しながらでしょ。で、お客さんの玄関前まで運んであげるでしょ。最大で、もうほとんどの人間が、年末で新人の人も含めて、その2000年の頃ですけどね、1万リットルほど年末に売れるんですよ。っていうことは約10トン運んでるんですよ。じゃあ、プロのアスリートの人なんですから、まあ、筋力的にはものすごい筋力してましたよ、その頃。野球場で、その当時の僕らだったら、野球場でソフトボール、ホームランの世界でしたから、まあ、ネットが高いから、そのフェンスオーバーになってないだけで、あれ、ネット低かったら、レフト線とか、あの辺のところ、多分、ホームラン打ってるだろうなっていうようなね、打球を普通に飛ばす。左手で鉄棒にぶら下がりながら、右手で、体重、まあ、60キロはないかなぐらいの人を、鉄棒につかませる。つまり左手だけで、もう今腕細くなってますけども、左手だけで、自分の体重と合わせてかなり引き上げなきゃ、上げなかったら右手の方をつかませてあげれないから、右手の方でその吊り下げてる人をね、左手だけで120キロほどの重さを引き上げる力がないとできないんですよ。で、これはね、なかなか、まあ、消防隊員の人とか、レスキュー隊とか、ハイパーレスキュー隊の人でも、なかなかこれできる人いないんですけど、まあ、鉄棒にぶら下がりながら、もう片手で、まあ、体重60キロ以下の人でいいですから、まあ、まあ、50キロから60キロぐらいの間の人、鉄棒につかませてあげるって、これなかなかできる人いないんですよ。それぐらい一般の力仕事の人でもしてますから、まあ、プロの人で、まあ、1トンぐらいはね、いくらなんでもしてもらう。時間帯はだいぶ違いますよ。僕らは現場で朝の9時から夜の21時まで現場で、販売してましたけども、まあ、オーバーするときも、ちょっとだけね、時間オーバーすることとかも、時にはあります。状況によっては。で、まあ、基本的に学生さん、高校生や大学生の人たちが、例えばね、まあ、運動部の人たちが、高校1年生から3年生までと、大学1年生から4年生までの間で、まあ、運動部の人、まあ、10万人ぐらいは絶対いるじゃないですか。存在するじゃないですか。じゃあ、1ヶ月のうちに、4日、土曜日か日曜日、どちらか、出勤してもらって、まあ野球部が出勤してるときにサッカー部はグラウンド一面使えるじゃないですか。逆に、サッカー部の人が河川の土砂のかき出し行ってるときに野球部はグラウンド一面使えるじゃないですか。だから打撃練習ができるとかね。まあそういうような形で河川の土砂のかき出しを行ってもらうと、これをしなかったらガソリンなんか使ったら負けなんです。全人類が。全部手作業でしたらいいんです。できることですから。じゃあ10万人が、まあ少なくとも1日1トンは
青江さんの10分の1の労働力だから、まあ夕方、朝から夕方までにしてもいくらなんでもそれぐらいはしなきゃなんないなっていうことが分かるでしょ。っていうことは1日で10万トン河川の土砂のかき出しができるんですよ。まあある程度の大きさの石も含めて10万トンですよ。じゃあ一月で40万トンじゃないですか。じゃあ半年で、まあ冬場は寒いから河川の底でそういうふうな作業とかも、まあ人によっては、きついかもしれない。地域によっては。だからやめときましょう。じゃあ秋、春から秋と考えて半年ぐらい物事考えたとしても、1ヶ月で40万トンでしょ？それは絶対できそうな範囲内じゃないですか。じゃあ、6ヶ月で240万トンの河川の土砂のかき出しができるんですよ。これは山からずっと上流部から流れてくるので、大雨の時とか。人間が河川の土砂のかき出しをしていれば、排水量はずっとキープできるから、河川の土砂のかき出しとかをサボっていたりとか、あとは土砂崩れとかでね、河川の中に大量に、土砂とか木とかが流れ込んだりとかして、排水能力が落ちたりとかして、河川が氾濫したりだとか、河川のその堤防自体がね、もう今はほとんどないはずなんですけども、普通はコンクリートで、覆ってるんですけども、まあ土くれのまま、もうそれはもう大雨になって、ある程度の河川の水の量を考えたら、それは河川にも水流れてるんだから、両サイドどんどん削れていくことぐらい誰でもわかりますよね、子供でも。まあその都道府県の知事の人、一体何してたんですかっていう話になるんですけども、なそういうところをね、南から北に向かって巡業することによって、まあサッカー界とか野球界で例えると、まあ野球の方は木で斧を切りに行ってほしいんですよ。ガソリンなんか使った負けですから。木で、もともと、木は斧でもともと切ってるんですから、人間人類がね。日本は、400億立方メートルぐらいの量を、丸太を輸入してたと思います。ちょっとね、正確な数字、ある程度見てみましょうか。それはホームページにもまだ記載してないんで、まあ、いずれはホームページに記載しようとは思ってるんですけども、ちょっと待ってくださいね。急に探せるかな。これもページ数多いですからね。まあ以前の量はね、僕のホームページに記載してるんですよ。2014年から15年にかけての、ああ、ありました。単位間違えてましたね。19000立方メートルです。丸太。丸太ぐらい1本いくらでもありますから、木生えてますから。それをだから、まあプロ野球選手とかだったら1日1000スイングぐらい、まあ平気でできる体力持ってるでしょうし、斧に置き換えてもね。だからこそ筋力はつくのであって、まあできなかったとしても500スイングでもいいじゃないですか。高校生とかでも甲子園目指すぐらいの人だったら、まあ1日500スイングぐらいで、絶対木切れるの目に見えてるじゃないですか。何本もね。日本中の高校生と大学生の野球部の人たちが、斧で木切りに行ってくれたらいいんですよ。そしたらガソリン、チェーンソーとか使わなくていいでしょ？チェーンソーなんかガソリン、まあたまにバッテリーのものもありますけども、だから電力とかエネルギー使っちゃ負けだっていうことを僕は説明してるんですから、もうそういった定義はもう通用しないんですから。だからそういうことをね、皆さんで協力してもらって行ってもらったら、それを見たときに河川の氾濫から町を守ってくれてるんだになるでしょ。じゃあファンの人たちが、まあたくさんテレビで見てくれたり、会場に足を運んでくれたりすると。これで人気が保てるんですよ。これ世界中でしましょうっていうことを私はおっしゃってるんです。だから皆さん、ぜひご協力していただけたらなと思います。正直ね、やっぱり身長でだいぶ違うと思いますよ。極端な話ね。まあ僕身長170センチくらいじゃないですか。
身長190センチの女性の方が絶対体鍛えていたら筋力の総合量は絶対190センチの方人の方がアスリートの人の方が絶対上ですから、なあ、まあ僕もそのシュワ株式会社の頃に体を鍛えていた時期があったから、だからまあ、あの感覚で分かるんですけどね、あの体を鍛えてるからこそその守備とかがね、野球の守備とかがすんなりうまく守れると か、 だか筋力がなかったらいくら練習しても取れないボールは取れないんですよ。まあバレーボールで置き換えても体を鍛えてなかったら、体を鍛えてない筋肉でそんな貧弱な体で飛び込んだところでスピード遅いじゃないです か、 だから取れるボールも取れなくなるでしょ。だけども体を鍛えていたら守備範囲が全然違うじゃないですか。だからまあそういうところも含めてね、体を鍛えるあの変なジムっていうところね、あんなところで何か知る暇あったら河川の土砂のかき出しとか、木切りに行ってもらったりとか、まあノコギリでもいいですよ。であとトラックに乗せるときね、まあ10人ぐらいでせーので持ち上げてトラックに乗せるとかね、あのいちいちクレーン車連れてきて、クレーン車もガソリン消費しながら来るじゃないですか。で引き上げるのもガソリン消費するでしょ。そんなんだったらもうさすがに手で持って運べとは言いませんから、せめてトラックに乗せるところぐらいまではみんな手作業で行いましょうって、できることですから。まあなかなかその30センチ、直径30センチを超える木なんかなかなか木切らないですから、ほとんどの木材って合板ですから、だからまあそれぐらいみんなでしなきゃなりませんよと。これでもそれで貿易輸出にまた変わってくるでしょ。291万数千日本メートルの丸太の輸入、結構な金額だと思いますよ。まあそういう努力を皆さんでしましょうということですね。今ねやっとインターネットの記事が変わってきて、まあ万博は延長とか、まあそういう話になってるんですけども、もう国際条約なんですよ万博ってね。万博なんかもともといらない、必要ない、もともと大した出し物なんかしない、これが本当の話です。だから万博のカジノも三井住友銀行からの借り入れなんですよ、オリックス山一証券です、もともと。だからその辺のところは 20.1 番とか経済関係のことを記載してますから、銀行の歴史とかを知ることになります。だから知ることによって自分の身を守れる世界にもなりますから、銀行員だからといって信用してはならないんですよ。証券会社の人だから信用していいんじゃないんですよ。ちゃんとどういうことが合うとか政府か知ってる人じゃないとわからないから、本当にテレビとか見ていて変に勘違いする人は本当に勘違いしますから、本気で。以上です。まあもうね今21時44分なので、もう延長戦じゃない限り野球の試合は終わってる頃の時間帯ですね。基本的に両方とも大量得点をしている試合であれば9回裏とかでもまだこの時間帯でも試合してたことは今までのケースではあったと思います。あ、それがあるからね、なかなかちょっと油断できないんですけども、ちょっと最後ぐらいに、ね、笑顔で、締めくくっておきます。皆さん今日は勝利おめでとうございます。まあそれこそね、こちらも頭の中を貸してた回があったんでね、しっかりと試合に集中していてね、試合をしてる時間帯に僕が勝ちに行ってるとき笑うことはまずないですね、試合中に。それだけでもコンピューターは反応しますから、相手は優位になります。それだけ点取られたり、もしくは点取れなかったり、バレーボールって攻守があるじゃないですか。それぐらいシビアな世界です、勝ち負けの世界ってね。だからそのルールにほとんどの人間はその対応できなくて投げ出します、ほとんどの人間はね。僕は頭の中も使ってますし、喋る言葉も使うときは使います、心の声も使います。基本的にはこの3種類です。本当は4番目のものもあるんです。だけどそれは言わないようにしておきます。
それはちょっとややこしいんですよ。どう受け止めるかによってね。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。まあ、ある一定の再生回数というか、まあ、365日を経過して、登録者数が1000人以上で、動画の再生時間が、再生してくれた人たちのトータル時間が4000時間を超えたぐらいだったら、多分、もう絶対生ライブとかで、インターネットで、まあ、質疑応答ができますんでね。まあ、皆さんで、聞きたいこととかあったら、お互いコミュニケーション交わして、こういう世の中なんですよっていうことを伝えれるでしょうし、あとまあ、竹下さんは、私が公用病院に通っていた時に来ていたっていうことでね、まあ、ちょっと残っておいていただきたい人なんですね。まあ、どういうケースになるかわかりませんけどね、本当に。いろんなことを正さなきゃならないですから、この世の中。まあ、今のところ万博は2030年ぐらいまで延長の予定とかそういう記事に変わってきましたね。本当はいらないんですけどね、基本的に万博。ほとんどの日本はお金出されますから。B タイプ、C タイプのプラン。海外のパビリオン。日本のお金で作ってるんです。A タイプは海外の国が自分でお金出してこれ出展しますっていうケースです。だから世界中で万博をやめるだけですごく経費節約できるんですよ。だから本当は建設業界の人たちがしなきゃならないのは河川水門開閉式ダム発電を設置すること。それによって自然再生可能エネルギーだけで電力を、賄って、太陽光パネルとかかまど発電とか地熱発電とか風力発電だとか。まあ、かまど発電がバイオマ、英語で置き換えると、英語かな。まあ、外来語で言うとバイオマス発電。だから、学生の頃からエネルギーの重要性とかを本当は学んでほしくて、まあ、かまど発電っていうことにもなってるんですけど、それはね、55番のところ、撮影しながらいろんな箇所歩いてるんで、説明してる内容を聞いたら、ああ、これは勝手に生えてくる竹とかでどうぞでもなるわっていうことがわかりますから、ああ、結構な発電量が発電できるんだなっていうこと。で、太陽光パネルは冬場は発電能力は低下する。で、特に夜間はじゃあどうするのっていう話になりますし、原発があるときは原発プラス、まあ石炭の火力発電所を一時的に使用したりだとか、蓄電池っていう池を今、いろいろ作ってもらってるんですけども、そういうところに、もともと水の中に電気が蓄えられますんで、周りが絶縁体であればね、本当は金属の電池を作る必要はないんです。それは車のバッテリーとかでたくさん電力を溜め込むように金属のバッテリーを使ったりしてるだけなのであって。まあ、それは政府と一緒に進めてます。まあ、岸田総理も本当はもともと万博反対派なんですよ。で、基本的にもうみんな電車、バスと、電気自動車もういいけども、みんな自分の家の近くに電車ないっていう話、ほとんどの人は本当はあるから、歩いて15分ぐらいか20分以内のところに電車の駅があるから、だから本当は、まあ離れてる人だったらね、バスに乗って駅まで来るっていうパターンもあるでしょうけども、本当はみんな電車バス徒歩で、人口今減少してますから、電車もガラガラなったりしたら困るんですよ。だからできるだけみんな車を買わないようにで正解なんです。世界中の人がね、それでエネルギーの消耗がかなり抑え込みますから。あとは、お風呂はなかなか炊かない。冬場、体調悪い時ぐらい、風呂炊くのは。僕は冬場でも、ほとんどの日をシャワーだけで済ませています。お湯のシャワーで。夏場は、まだ9月17日まで、8月含めて、水のシャワーですね。湯なんかつかないですよ。後の世代の人たちのために、ガスを残しといてあげないと。根性あるかどうかなんか、髪の毛とかの色見ただけでわかるから、髪の毛染めることぐらいやめれないぐらいの、たったこれっぽっちの根性あなたないのって、そんなことで、金メダルとか、世界チャンピオン、世界ナンバーワンになりたい。考え直した方がいい。笑われる。いろんな人から。あの人の力があるからなんとかなってるだけだよって。
何を勘違いしてんのって言われる。あの人って淡井圭介。以上です。ちょっとね、最後、説教臭くなりましたけども、しっかりとね、髪の毛染めてない人たちばかりで安心しました。そういう体制じゃなかったら、結局そういうところをついてこられるんです。海洋基本法違反だって、河川、海を怪我しちゃならないって、六法全書っていうものがね、あるんですけども、ちょっと持ってきますね。まあこういうものなんですけども、六法全書って1と2があるんですけども、本当は現行法規や現代日本法規とあと都政六法も必要になってくるんですけども、まあ本当は六法全書3を出せば現行法規や現代日本法規の中身は全部入るんですけども、まあ安倍さんももともと知り合いで、安倍政権の時に現行日本法規っていうものにまとめてもらったんですよ。両方同じ内容を書いていたから。でそれを神戸市中央区の、大倉山図書館に置いてもらってたんですよ。2016年それぐらいの頃ですね。かもう少し手前だったかもしれないですね。だけどまた元々の現行法規と現代日本法規に戻ってしまったんですよ。だからそれだったら本当は二重行政だから本当は良くないんですよ。無駄が多いからね。まあ、今、海洋基本法ぐらいは覚えといた方がいいですよ。すぐに、海洋基本法は1ページか2ページぐらいですから、本当に。それぐらい、河川、海を怪我しちゃならないっていう、そういう当たり前のことを覚えたらいいだけだから、あとは確認作業、あ、本当に法律でこういうふうに書かれてるんだって、第何条の何々にって、自分で確認したら、もうそれで大丈夫。もともと工場とかは、そういう海洋基本法違反とかで摘発とかされてますから。ドロドロのヘドロとかを海に流していてね。まあとにもかくにも、もう今日はこれぐらいにしておきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。まあ明日はボクシングの世界戦が、ケンシロウ選手とありますんでね、明日はまあその試合に備えておこうと思っています。まあ試合の時間帯とかもまだ調べてないんで、まあそれもね、まあメインがそのケンシロウって言われ、まあ名前の選手がメインなんですけども、それまでに試合があるから、その試合が何分ぐらいか何十分ぐらいかでその試合終わるかによって始まる時間帯が変わってくるんですよ、ボクシングって。最後のメインがだから、まあそれ確認しながら対応しなければならないんですけども、それ用にね、インターネットの記事で試合の経過が文字で流れてくる内容のものを、作ってもらっています。だからそれがあった方が対応しやすいんですね。頭の中誰に貸すかっていうことをテレビを見てなくてもできるんですよ。結局電波は往来してるから。まあこの間の井上尚弥選手の試合だったら、ずっと頭の中で井上尚弥選手に頭の中をお渡しいたしますって言って、その軽犯罪法で礼儀とかそういう内容の文章があるんですよ。だからその礼儀はね、どこからどこまで礼儀なのかっていうところ、敬語を使わなきゃならないのか、何なのか、コンピューターがどう判断するのかっていう、これもいろいろあるから、一応敬語を使ってるんです、念のために。で、頭の中を貸してるんですよ。で、相手を言葉にして頭の中で読み上げてる以上、その選手に頭の中とかは絶対言ってるはずなんですよ。やっぱり結果が出る。一時期ボクシングの世界チャンピオン、11人以上にはしましたね。13人ぐらいいたと思うんですけどね、一時期。だから昔の日本って、僕は二十歳ぐらいの頃って、日本人のボクシングの世界チャンピオンが、まあ階級がいろいろ
ありますけども、そんなに何人もいた時期ってほとんどないんですよ。で、昔は2階級制覇とかは珍しかった。大変貴重だった。だけども今の世の中は複数の階級を制したり、4団体統一とかが主軸になってきてる。1団体の世界チャンピオンということだけではお客様はなかなか集まってくれない。なかなかまあ有料番組の、まあ、加入者数もっていう部分ですね。だからまあそれが今の現実社会ですね。以上です。皆さん長々とご清聴ありがとうございました。もうそろそろ、晩ご飯、食べようかと思ってます。チャンネル登録など、あと身の回りの人に河合圭介さんのそのホームページとか見た方がいいよっていうこと、動画の内容とか、それによっていろんな意味でね、どう自分が生きていくべきかっていうことがはっきりと分かりますから、皆さん、ご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。